こんにちは、イマジンハート研究所のナオジーです。以前ナオリンって言ってたんでね、まだ定着してないですけど、ナオジーです。ですね、ずっとですね、こいつね、ソナホークっていうのかな、ソニーのバブルラジカセで ZS-7 っていうのをですね、ずっとね、直してきたんですけれども、前回っていうか結構前になっちゃうんですけれども、まあ直ったよって話だったんですけど、またですね、いろいろと不具合が出てきて、また直しまして、今度は大丈夫だと思うんですよね。今ね、こう一応ラジオだけ。はい、こんな感じでね、治ってですね、一番ね、ちょっと厄介だったのはね、今ね、厄介だったらこの基板だったんですけどね、この基板非常に厄介だったんですけども、他にもですね、この基板、ともかくね、基板、結構ね、ボリュームがあってね、これもね、そうでしょ。ほんで、あと基板でメインになってるのがやっぱこの CD の基板ですね。この3個かな、一番ね、ちょっとネックになるのがね、それで今回はね、この ZS-7 だけじゃなくてですね、 ZS-5 っていうのがありまして、はい、 ZS-5 っていうのはこの多分ですね、この ZS のシリーズですね、それの一番最初だと思うんですけど、多分3はないと思うんですけどね、5、6、7で8っていうのはあるんですけどね、今ね、手元にあるのは5と7、はい、そして6は明日来ます。8はですね、ちょっとこれは大きさがね、なんか小さいっていう話なんですけどね、8もまたね、ちょっとチャンスっていうか、機会があったら購入して中開けてみたいと思ってるんですけれども、で今あるのはさっき言ったように ZS-5 と7なんですよ。はい、で ZS-5 と7のちょっと違いですね、外側の違いはまあすぐわかるんでしょうけど、内側のね、中の違いもうちょっと見てっていうか、説明してみたいと思います。で、外見の話で言うとですね、ここが違いますね、これパネル。はい、ほとんどがですね、 ZS-5 と ZS-7 はですね、ケース類なんか全く同じです。同じなんで、取り替えが可能です。ただ違うのはですね、この部分ですね、ケースで違うのはこのパネルの部分、ここに ZS-7 って書いて、 ZS-5 って書いてありますね、この辺の部分ね、要するにこの液晶画面がですね、 ZS-7 の方が大きい。なぜかっていうとですね、イコライザーがついてるんですよね、グラフィックイコライザー。今ちょっと見るとここの部分ですね、見えますかね、North Korea. During the Battle of Unsan, Chinese Communist forces encircled Chaplain Emil Capon's battalion. ここの部分ね。enemy fire, Capon dragged several wounded men to safety. ここの部分がついてるんですね。なので画面が7の方が大きいです。で、ZS-5 の方が小さい。なので少しこう違いますけれども、まあここが一番外から見てわかる違いです。はい、それに伴って何が違うか、中の話ですけれども、このコントロール基板っていうのがあります。コントロール基板、この緑色の基板なんですけど、ちょっと引こうかな。はい、この基板ね、これがね違います。ただね、違うっつってもかなり同じなんですけどもね、
このコネクタ、ここのあるコネクタが1個足りないですね。これは、まあ、この先に液晶のこれがつくんです。この基板、この液晶基板がつくんですね、ディスプレイ基板、これがここにバタッと刺さるんですけれども、ここにね、こうやって刺さるんですよね。はい、なんですけど、その液晶基板が、液晶、これが ZS7 の方ですね。7の方のLCD 基板ですね。それに対して ZS5 の方がこんなちっちゃいですね。はい、この関係でね、こうやって ZS5 の方はまあコネクタが1個しかないと、またね、ちょっと後でここ話しますけれども、そしてですね、違うのはこう見ていただくと分かるんですけど、こっちスカスカですね。はい、この辺の密度、コンデンサーで見れば分かりやすいかもしれないです。コンデンサーの密度全然違います。密度の低い方が ZS5 です。で、密度の高いのは ZS7 です。で、ここ何が違うかっていうと、イコライザーですね。これがイコライザーのあれかな、グラフィックイコライザーの IC がここついてるんですけど、CXA の1352っていうですね、ソニーの LSI がついてますね、 IC。 はい、あとはここはなんだっけな、ここはメモリーかなんか違うな、 YM7128 っていうですね IC。 YM はね、ヤマハだったっけな、なんかヤマハかなんか、ちょっとね、それはまだ回路図はね、ZS5 の回路図がありまして、で、ZS7 の回路図、すごい探したんですけど、ありませんでした。そしてですね、eBay からですね、購入したのが、これなんですけどね。一応ね、ZS7 のサービスマニュアルって書いてあったんで、期待してたんですけど、来たのがですね、補修部品表っていうことでですね、部品が書いてあります。ただし、で ZS7 のこのコンデンサーとかですね、 IC トランジスタ全部この中に部品表としてですね、書いてありますんで、これは非常に参考になるということですね。参考になりました。で、ZS5 のですね、回路図っていうかサービスマニュアルはネット上にフリーでありまして、それ探してきました。で、それを使うとですね、その、サービスマニュアル使うと大部分のもの分かるんですけど、ただね、ここの部分だけはですね、このイコライザーの部分、ここがね、分かんないんでね、ちょっと困るんですけど、ただいろいろね、今までいろいろな解析方法というかですね、調べ方探してきて、この辺のね、 IC をね中心にして解析するとですね、分かりやすいっていう。 IC これだとソニーの IC ですけれども、結構 IC なんかね、 LSI の仕様書っていうのは結構ね、ネットとかも出てまして、その中にね、使用書の中にアプリケーションサーキットっていうのがあるのかな、項目があるんですよ。要するに、この IC をどうやって使うかっていうサンプルのですね、回路図が入ってるんですよ。なので、それをと照らし合わせると、大体どんな回路になってるかなっていうのは推測できるんですよね。なので、この IC を中心にして、わからない部分を解析していくと、だいぶ分かってくると。はい、なので、今回のね、ZS7 の場合はですね、まず ZS5 の回路図を元にして、補うところを IC の仕様書で補っていくということで、大体ですね、詳細というかですね、大体分かりました。はい、なので、回路とかも追っかけていけるようになりましたんで、細かいね、FBA なんかは、またシンクロとかですね、いろいろと、使いながらですね、解析できるようになりましたね。はい。で、
その辺がまあ違うということですね。そしてですね、まあさっき言ったですね、このこれ液晶パネルなんですけど、うん、違いますね。で、一応ですね、本来はここね、こう開けるとですね、後ろ開けるとここにバックライトがついてます。このバックライトがですね、こればっかりとこんなね、緑のね、やついてます。これがですね、豆電球なんですよ、豆電球なので結構壊れますね。要するに豆電球切れちゃうんですよね。で、一応ね、これなんかはまあここについてないんで、この裏側にね、一応修理としてですね、照明用の LED 照明用のですね、LED ですねLED が入ってまして、で、ちょっと改造を入れてます。そんで、まあ、ここに抵抗値、10オーム入れてね、ちなみにこの電源はですね7ボルト来てるんですよ。7ボルト来てて、で、LED のね、照明用の LED の10方向の、要するに10方向というのは流した時に電圧がですね3ボルトあるんですよ。で、それを直列に、これね、4つじゃない、1,2,3,4 8個ついてるのかな、6個、あ、6個ですね、6個ついてまして、はい、6個で、3個で、直列になしてます。はい、なので3ボルトが直列になってるんで、6ボルトの VF っていうかですね、 VF っていうのは順方向の電圧なんですが、かかります。で、そうすると7ボルト供給して6ボルトの電圧、LED 間の LED の両端の電圧が6ボルトになりますんで、1ボルトですね、1ボルトの電圧差がありまして、そこに抵抗を流れて、だいたい100ミリアンペアぐらい流すように、いろいろ調整というかですね、ちょっと、変化、電流とか変えてみましてね、だいたい100までいかないかな、90ミリぐらい流すと結構良い感じにね、光りましたんで、そういうで、だいたいこれ10オームぐらいついてますけどね。はい、ここのね、まあ電流流すんでね、ここのワット数、これは4分の1でいいんですけどね、確かね、大丈夫なんですよ、これでね。ワット数も気にしないと、熱でね、焼き焦げちゃうんでね、はい、その辺も気にしながら、改造しました。で、まだこれ改造してないんですけれども、基本的にこう同じような感じで、あ、これ4つだから4つかな、ちょっと忘れない。これが、こういうふうに、電球がですね、この穴にボコッと入るんですけれども、はい、こんな感じでね、ね、なので最初ね、こっち側に LED をつけようと思ったんですけど、ここがね、隙間がないんですよ、ここね、隙間がないで、なので、このここのね、液晶パネルを外して、これ外すのはね、ここの液晶の、この端子、ここを外す、ハンダを吸い取ってですね、フックを外してやればパカッと取れますんでね。で、ここの内側にですね、LED を仕込んであります。それがさっき見せたこれですね、よいしょ、この中、ここね、はい、1,2,3,4,5,6 個ですね、6個使ってます、LED をね、はい。これはですね、さっき言ったように照明用の LED ね、それを、流用して使いました。はい、これでね、結構ね、ムラがなくてね、大丈夫だと思います。さっき言ったように、このランプはね、切れちゃうんですよ、フィラメントがね、使ってるうちにね、はい。ちなみにね、これバックライトなんですけど、バックライトはですね、こいつね、ソナホーク
電池駆動の時にはつきません。バックライトはつきません。コンセントで駆動した時だけつきます。それがね分かんなくてね、最初困っちゃいましたね。DC 電源で電池のところから電気供給して動かしたらですね、バックライトがつかないということですね。いろいろね、困った困ったっつって、なんでだろうってやってたらですね、いろいろと回路を追っかけていくとですね、この AC 電源からの電圧を検知してる部分がありまして、それを検知しないとですね、これバックライトがつかないということが回路通で分かりましたので、ね、それは解決したんですけどね。なのでなんかあのね、何でもそうなんですけど、最初考えてたこととですね、違う現象が起きるんですよね。どうしても人間の頭で考えてるっていうのはなかなかね、全部を把握することができないんで、実験っていうかね、これ試してみると自分の考えと違うものが必ず出てくるんですよ。それをですね、まあいろいろと調べていくと、あ、こういうことだったのかっていうのが分かってくるんですね。はい、そんなところで、あとはね、このね、ボリュームのね基板がありますね。これもね同じです。はい、 ZS5 と同じ。あ、それとね、このオーディオ基板ですけど、これ一つだけ違うのはありました。一つだけ違うのは ZS7 はここにねコネクターがあるんです。これはこう CD のところに来てるんですよ。CD のこれですね、 CD の基板、これは CD の基板ですね。この CD の基板のここにビヨーンとこう伸びてる線、これがここにつくんですけどね。はい、ここがね ZS5 の場合はないんですよ。当然それに伴って ZS5 の方のですよ、 CD 基板にはコネクターがありません。だけれどもコネクターのシルクっていうかですね、つける位置はあります。はい、で ZS7 の方ね、7の方はコネクターがあります。コネクターがあります。ほら、見てね、比較すると分かる。こっち ZS7 はここにコネクターがある。 ZS5 はここコネクターがない。だけれどもこれよく見るとですね、基板にはですね、型番っていうかですね、ここにちょっと見え、ここにね、ここになんか書いてありますね。これ書いてあるの、読むと 1-641-170-12 って書いてある、12って書いてありますね。でこの1とか641とかはですね、これは機種の方の、なんかメジャー番号っていうかですね、そういうね、規格になってますね。規格っていうか表示になってます。で最後のね12って書いてある、12って書いてありますね。これがねですね、バージョンナンバーだと思うんですよね。まあメーカーさんによって扱い違うと思うんですけれども、通常まあバージョンナンバーということでですね、要するに基板を一回作ったけれども、なんか不具合があるとかですね、もしくはちょっともう改良するとか、あとコストダウンするとかによってですね、まあパターンが変わったりとかすることがあります。そういう時にはここの一番最後のこれは12ですけど、だから多分これはね12番目なんでね、その前に12回、これ12回要するに改版してるということですね。はい、で ZS、 これ7の方だったんですけど、これ ZS5 も同じ基板使ってます。同じ基板だから完全にですね、 ZS7 は ZS5 をちょい返した、要するにイコライザー機能を追加しただけの、ものなんですけど、ただそれがね結構ね、
音の良し悪しというかですね、結構ね聞いてますね。はい、スピーカーとかそういうのは全く同じなんですけどね、なのでまあ流用が効くということでね、はい、ただこの機種ね、違ってますよね。これで電源なんですよ、タロさんに。で、ちなみにね、ZS7 でもこれ外しても動きます。うん、これね、なんでつけたのかってよくわからないんですけれども、なぜかノイズかなんかかな、ちょっとわかんないですけどね。うん、ちなみにこれも回路図ありまして、ただね、これ調べてって、ちょっと不思議だなと、まだ調べきれてないんですけどね。これ、こっちでいいかな。ZS5 の方で説明するとですね。まあ、ZS5 と ZS7 の、基板、同じなんですけどね。要するに、こう、今、こうなってますけどね。これね、解析用にね、要するに、これもね、結構壊れちゃうんで、こう、動作しながらですね、動きを見たいときに困るんで、今、基板作ったんですけどね。はい。で、で、この辺はね、まあ、組み合わせでよってね、これは、ソニーの IC なんですよ。CD 用のですね、IC なんですね。そしてですね、ここがですね、これね、これ SN5840 っていう IC がついてます、ここにね。はい。あ、ちなみにこれ、ここは、ドライバーですね。ヘッドじゃなくて、レーザーのこの、こう、微妙な動きをね、コイルで、ね、動かすときのドライバーで、ここにある IC がモーターのドライバーになりますね。はい。で、これも、ここにモーターが2つつきます。一つは、この、CD をぐるぐる回すやつと、もう一つは、ピックアップをこうスライドさせるための、モーターなんですけど、で、ここがね、ここについてるさっきのね、SN5840 っていう、これがね、フィルターなんですよ。デジタルフィルターなんですよ。で、ここがね、この裏側にある、これね、バーブラウンっていうところの IC なんですよ。PCM67U っていう IC、ここについてます。これはですね、DA コンバーターですね。デジタルからアナログに変えるんですよ。要するに CD はデジタル信号なんで、それを、この辺の IC でね、ここがコントローラーかな。ほんで、こいつが、回路、こっちに流れてますね。はい。これ、ピックアップから来た、違う。ピックアップは、これですね、ここ。この、ぐにょぐにょの、この、基板から来てて、ピックアップはここに、ここに、コネクターがあります。ここからここに来てます。これがね、RF アンプって言っててですね、RF アンプじゃないか。ともかくね、一回ここで、ドライバーになるのかな。このピックアップのドライバーっていうかですね、そんな位置づけですね。で、これがですね、コントローラーなんですね。CD のコントローラーなんですけれども、ですから、ここにね、ここで、ここで何て言うんですかね、CD の信、ここではね、CD の信号をなんかやってないんですけど、この大きい IC の中でですね、デジタルをですね、ちょこちょこいじくってですね、音声用のデジタル信号に変えてるんですよね。そしてですね、それを、まあ、これバーブラウンの AD コンバーターなんですけど、通常ここにね、送り込んじゃうっていうかですね、普通は、この LSI の、で、ピックアップの信号からアナログ信号に変えたやつを、
まあ AD 変換する。まあこう新しいね CD プレイヤーなんかはもうこれも一緒になっちゃったりするんですけど、はい、うん、なんですけどその間にですね、ここのフィルターがかデジタルフィルターがかかってるんですよね。はい、これがねちょっとよくわかんないんですけどもね。うん、だから流れとしては他ピックアップからこの IC に行きますね。CXA1372 っていうエレーサー、これもね使用書ソニーのやつあります。そっからですねここに行きます。CXD2500 っていう IC に行きます。それからですねこの裏側のSM5840 っていうですね、フィルター、デジタルフィルターに行って、それがですね、バーブラウンの、PCM67 というですね、DA 変換器、デジタル信号からアナログ信号に、アナログの 音にですね、変換するやつですね。はい。そこからですね、まださ、さらになんですけど。そっからここに2つ IC があるんです。ここはね、なぜかね、壊れるんですよ。このね、このオペアンプ。結構これが入手できなくて、いくつか、頼んであるんですけれども、これがもうちょっと汎用のやつで代用できないかなと思ってるんですけど、これがね、4565っていう IC がね、ここにね、2つついてるんですよ。2つついてる。こう言いますかね。ここに2つついてる。これがオペアンプなんですよ。これは2段で増幅して、その間にここでもアナログのフィルターが、コンデンサーとかですね、フィルターかかってるんですけども。で、この辺のね、IC ね、これでいけば、この電解コンデンサー。これはアルミ電解コンデンサーっていうのかな。これは表面実装のやつなんですけど、これ今直してないやつなんで、これ、足のところも見えないかな。液漏れしてますね。あと、ここのね、ちっちゃいやつね。ちなみに、ここが100マイクロアンボルト、あ、100マイクロファラット。で、ね、ここのちっちゃいやつね、ここが33マイクロだったっけな。それが、こう、確実に壊れてますね。あとは、この辺もね、壊れてますよね。うん。これね、ウォークマンでもなくそうなんですけど、これね、アルミ電解コンデンサーっていうのはですね、この、まあ、この手のタイプね、アルミがこう、剥き出しになってる表面実装のやつ。今のやつね、今新しく買ったやつはどうなのかわかんないんですけれども、ことごとくダメなんですね。うん、だから全部取り替えないとここはダメですね。ここ今ね、変えてるんですけれどもね、ここね。この辺はね、新しいの変えてます。100の。そうですね。ここ33マイクロですね。はい。あとは、この電解コンデンサーね。結構、大丈夫なところもあるんですけど、やばいところもあるんですけど、ここにみんな取り替えた方が、多分、安心できるんでね。そして、まあ、これ、代用でね、電解コンデンサーね、横付けでちょっと工夫してつけてますけどもね。なかなかこのね、チップ電解コンデンサー、表面実装型の電解コンデンサーね、なかなかね、入手めんどくさいんでね、これマランツっていうところかな、通販やってるところから購入してるんですけれども、またちょっと足りなくなったんで、また、注文しなくちゃいけないかなと。これが1980年代ぐらいのですね、80年代の全般ぐらいかな。いや、そんなことない。80年代ですね。80年代。1980年代のウォークマンで、この電解コンデンサーは結構多用してます。なので、全部これダメですね。うん、この辺の、こういうタイプの電解コンデンサーは、もうほとんど、90% ぐらい。90% ぐらいはダメなんで、ここはね、絶対取り替えなくちゃいけないんです。はい。んで、このね、
この IC ね、なぜかね、これ型が右とか左だけなんですけど、だけじゃないか、両方とあることがあるか、型がね、この出力段のね、方の最終出力のところの、このねオペアンプがなぜか壊れるんですよ。壊れてるケースがあるんです。もう2個ぐらい壊れてたかな。普通そんなに壊れるところではないんですけど、なんか設計上の負荷がかかってるのか。で、昨日もね、回路図でこの電解コンデンサー壊れるって分かったんで、電解コンデンサーが壊れることでこの IC を壊す要因があるかどうかって調べたんですけど、一応ね、ないないだからちょっと分かんないですね。なぜこの IC が壊れるかちょっとまだ分からないですね。まあね、取り替えれば、まあ、済むことなんで、あとはなかなかね、ちょっとね、うまく動かないんで、この辺ね密集してるんですよね、これね、これ密集してるんで、これね、あの実装するときに非常に大変ですね。全部表面実装だったら表面実装で、ハンダペーストでやってしまうんじゃないですけど、この辺のね電解コンデンサーは、そうですね、これ全部電解コンデンサーを全部外して、この辺のですね、チップ部品をやってからですね、あのハンダ付けしてから最後に電解コンデンサーつけていかないと。だから、結構高い部品があると、これもうハンダごてとかですね、入っていかないんですよね。だから電解コンデンサー、これで言えばそうですね、今思ったんですけど、あの電解コンデンサー、これはちょっと熱にあんまり強そうじゃないんで、熱に弱そうな電解コンデンサーは全部外しちゃってですね、で、ハンダペーストも持って全部これなんていうのね、ハンダした方がいいかもしれないですね。やっぱね、電解コンデンサーから液が漏れるとですね、周りのを腐食するんですよね。電解コンデンサーの中には酸性のですね液体が入ってて、それが周りの基板をまあ、腐食していくんですよね。で、ハンダそのものの特性も変わっていくんですよ。例えばハンダのこう溶ける温度、今なんかだと低温で溶ける180度ぐらいで溶けるやつなんか使ってるんですけど、主流なんですけど、だいたい昔のやつなんかも230度ぐらいで溶けるのかな。ところがですね、この酸が混じるとですね、表面に酸、表面だけじゃないか、ハンダの中に酸がですね、この電解コンデンサーが漏れた酸ですね、酸性の液体っていうかですね、そういうのがこう浸食していくっていうかですね、染み込んでいくと、どうもですね、融点が高くなるみたいなんですよ。要するに溶けにくくなる。はい、表面もなんかね、緑じゃないな、青っぽかったりとかですね、なんかするんですけれども、白っぽかったりね。だからそれでね、ハンダがね脆くなるんですね。粘りがなくなるっていうのかな。なのでそういうところはもうハンダ吸い取ってですね、さあハンダをやり直せばまあいいんですけどね。はい、ここの部分ね、やっぱね込み入ってるんで非常に直しにくいですね。はい、あとはですね、回路の方はそんなところかな。あとはこのね、このカセットの部分ですけどね、ここはね全く同じZS5 と ZS なら全く同じですね。はい、ついてる基板なんかも全く同じものですね。はい、そしてピックアップですね、まあ CD のピックアップの部分ね、もうちょっと下のなかったっけ、まあいいや、ここもね、これが KSS-
240A、はい、これね入手できます、うん、このピックアップ使ってますね、はい、でこのピックアップのね特徴なんですけど、ちょっと今ピックアップ、これね2種類存在します。こう同じなんですけれども、まあ今口だけで言いますけどね、2種類ありまして、一つはですね、純正のやつはね、ここちょっと見えないかもしれない、1個の IC だけしか乗っかってません。これね、この IC 乗っかってるのは、これはね LED レーザーのですねドライバーと受光両方兼ねてるんですよ。一緒になってるタイプなんですね、はい。そしてもう一つ互換性の、互換の、ピックアップの場合はですね、よく見ていくと、まあこれの IC はねソニーの IC なんですよ、使ってるんですけど、互換のやつは分かれてます。レーザーのドライバー用の IC とですね受光用の IC がね分かれてまして、うんね、2個構成になってます、うん、でも特性はね変わらないみたいなんでね、どっちでも大丈夫だと思います。でこのドライバーの方ね、ドライバーの方を実は前に挫折してる、バブルラジカセのピックアップに代用できないかなって今考えております。はい、だからね結構ね突破口っていうのは違うことやってると見つかることが結構あるんでね、同じことばっかりやってると見つからないんですけど、違うことを始めると違うことの方に解決策があったりなんかするんですよね。思わぬところに、まあ、解決策っていうのは見つかるもんだなと思いますね。はい、ということでまあこんなところですかね。うん、あ、ちなみにこの ZS5 のやつはこんな感じになってますね。はい、これあ、これも分かりやすいね。これゲジゲジみたいな、ね、このね、これこの足、これこう結構足がなあのたくさんついてるんですよ。これ純正の時の、これソニーのピックアップ、このソニーのLSI なんですよね。この裏側に穴が開いてまして、この IC に、レーザーが当たるという、はあの CD に反射してきたレーザー光がこの当たると、なおかつこの IC の中で、レーザービームの、出力を制御する。要するにレーザーっていうのはあの熱によってですね、光の強さが変わってしまうんですよね。なのでこう それとですね、レーザーって発信するとですね、要するに発光するとあのそこで熱が出ますんで、それでその自分で出した熱でもって、光を小さくしてしまうんですよね。だからその辺を一定の光に保つためにドライバー IC っていうのがありまして、新しいっていうか最近の、ね、2000年代以降の、例えばね2000年代以降の、CD なんかの場合は、この辺のねレーザーのダイオードのドライバーなんかも、コントロール基板の方にね、ついてたりなんかするんですけど、これの場合はもうピックアップの中に入ってますね。で受けた信号はあのフォトダイオード、この中にねフォトダイオードアレイっていうのがありますね、この IC の中に、そこが光のセンサーになってます。基本的にはだから、太陽電池とかと同じですね、同じような、感じで光を受けて電気に変えるんですけど、その時に変えるのがまず電流変化に変えるんですね。電流だから光電流変換器みたいなものですかね。はい、それはソーラーパネルも同じですね。光を当たると電流が流れるということですね。で、その電流を、直接ですね、昔の1980年代の、
80年代の、CD プレイヤーなんか電流を、IC コントロール用の IC にっていうか RF アンプって言われてる、まあIC の中に入れるんですけど、最近のですね、うん、これは今あの KSS-240 っていうやつですけど、これのまあ後から出てる KSS-120 っていうのかな、うん、そういうシリーズもソニーのやつがあるんですけど、こっちの場合はですね、この IC の中でですね、電圧、これもそうですよ、これもそうなんですけど、 IC の中でこの電流電圧変化も一緒になってるんですよ。だからコントローラーの方は電圧でもって受けるんですよね、昔のだからもっと前の機種になると、ただ単にここを受けたのがフォトダイオードなんですよ。で電流値で電流でもってコントローラーに知らせているんですけどね、だからそこのねインターフェースの違いがあってですね、今つまずいてた、ね、ちょっと今断念してペンディングにしてる、バブルラジカセの方は電流検知になってるんですね、うん、だからどういうふうにしようかなと思ってるんですけど、ここのドライバーだけね使おうかなと、うん、なんかねそういう、いろいろと考えております。はい、そんなところですかね、うん、なのでだいたいですねこのスラホーク ZS-567 多分6はね同じじゃないかなと思うんですよね。やっぱりねこの5と7の間ですからね、はい、でその派生版みたいにね、60とかですね70とか66とかですかね、なんかいろいろなものがあるんですけど、まあその辺もね機会があったらね分解してみたいなとは思いますけどね。はい、ということで今そんな感じになっております。なかなかねこれだけねぐちゃぐちゃしたあの基板だとですねいろいろな不具合があってですね直すの結構大変なんですけど、あとはちょっとねこのね CD のところのここの不具合をちょっといろいろと見ていかないとちょっとダメかなと思ってるんですね。はい、ということでもう少しで全部解析が終わるかなというところがありますね。はい、ということでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またですねあのウォークマンの方が簡単です場所取らないしね、うん、だから早いところねちょっとねこれ一段落してねウォークマンね特に、うん、DD9 とかですね、あとはまあいろいろなありますんでね、ちょっと買い込んでるのもあるんでその辺も手っ取り早くね直して、そして販売の方もですね、復活していきたいと思っております。今ちょっと販売やめてるんでねいろいろまあいろいろと私的なあのいろんなこともありますんで、ね、コロナもあってですねいろいろね、はい、あコロナね、うん、実はね、うん、薬が手に入りました。薬が手に入りました。薬っても別に違法じゃないんですけどね。治療薬。うん。おとといあたり来ましたんでね。またその辺のね、ことも、うん、お話しできるかなと思いますけどね。はい。どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。どうも、なおじでした。失礼します。